というわけで今日も元気にしひろくろチャンネルのお時間です。もう最近ねオープニングが一緒でねこうやって手抜きしてんのかと思ってるかもしれないんですけどもね、今日はねいっぱい撮ってますからね、しょうがないね。いやしょうがないしょうがない、手抜きしない。こうやってポスターがそう、もう差して待ってますからね、いっぱいだからね。そうそうそう、いろはちゃんもねちょっと頑張って作ってもらうけどね。来た来た。はい、というわけで今日は拳ですかね、はい、ポスター11回目新キャラ拳の紹介ということで、はい、物語から見ていきたいと思います。ポスターごっこ、ポスターごっこ、ポスターごっこって言われてますけどね、この茶番ってことですかね。はい、行きましょう。こぶちゃん、私はルーシーなの、ルーシー悪魔なのだ。悪魔ちゃん、男の子かな。こんにちはルーシーちゃん、かわいい。フィオラちゃん、お姉さんだね、ちょっとね、うん、なんかチーズみたいな教育感じゃない、アンパンマンの。そうだな、うん、うん、かわいいな、かわいいね、お姉さんだね、うん、お姉さん、うん、悪魔、悪魔だ、全然悪魔ちゃん。こみちゃんは夏までいたらずっとこの格好なんですかね。暑いですね、そろそろ。うん、そうだったのか、太郎はかわいいんだ。お手なのだ。大変、枝毛が伸びてきちゃった。枝が伸びてきて枝毛なの。かわいいな。いいけど、これもしかしてあれじゃない、ほら、それだ、繋がった、そこで枝吹っ飛ばしたんだ、吹っ飛ばしてたね。そうだそうだ、あー乗り気乗りじゃん、一緒に行くんだ、かわいい、自由だな、マイペースだな、みんな、あーすごい、自給自足じゃん、超へえ。あじゃねえよって。帰ってきた、帰ってきた、なくなっちゃった、枝はどこ行っちゃったの。外から見てさ、話しかけないでやめたのかな、たんだ、あいつやべえみたいな。なんかほのぼの系ですね、拳はみんなね、うん、超自給自足じゃん、ねえ、ね、お米とかもできんのかな。お米だって木じゃなくない、木じゃなきゃいけないの、あ、関係ないかな、わかんない。あれこれあれ、誰かの次かな、剣士のあれか な, かな、種当たってきた人いなかったよね今まで ね, ね、まだまだいたよね、まだいない、次じゃないですか、次かな、はい。というわけでルーシーちゃん見てみたいと思います。まし、男の子かな、ちょっとおっぱい判定はちょっとある、俺ない、もしかして女の子かもしれない疑惑、もしかして女の子かもしれない疑惑、はい、遊んでやるのだ。キャラタイプ、テクニカルタイプ、うーん、リーダースキル、遊んでやるのだ、武道家の与えるダメージが中アップ、うんうん、アクションスキル1、ビートザブラッド、うん、炎、水、雷属性のダメージを与え、おーすごいね、毒状態にすることがある、おーすごいね、はい、SP20、40ってあれだね、消費が SP1 は重めの、2はまあまあちょっと軽めかね。アクションスキル、アンチェインデビル、うん、悪魔の超怪力で、うん、鉄球を振り回しダメージを与え、一定時間自分自身の移動速度がアップする。おスピードアップ、まあ、なんかさっきもスピードアップ系いましたね、うん、はい、攻撃しながらスピードアップ。ルーシーちゃん、ルーシーちゃんです。なんかルーシーちゃんワンピース、ルーシーちゃんね、最近ね、そうなの、うん、ワンピースのね、ルフィがね、あの闘技場に出る時にね、ルーシーって名前で出てて、すごいそんな感じでした。はい、というわけで行ってみたいと思います。またエドさん、エドさん、あ、フィオラちゃんいいの、フィオラちゃんが敵だから、でもフィオラちゃん VS フィオラちゃんになっちゃうから、うん、フランちゃんかな、マイルでござる、マイルでござる、かわいい、よろよろよろ、
こいつスキル使わないですよ先輩。8だからかな。8だから適正。使わないね、うん、そろそろよいしょ来た。おおおお強そう。強い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 。スピードアップしてスピードアップ。あ、ビリビリしちゃった、ビリビリしちゃった。ごめん、足してあげて。よいしょ。あ、これがスキル2だね。2? 1だ1だ。さっきのが 2, 2、うん、オッケー。よいしょ。重かった。うん、よいしょ。やられてるよ結構。やられてるうわーっつってちょっと2人して大丈夫。なんか2人してやられてる。ビリビリしてるよ。よろしい、前に任せた。ピッてポイッてプツプツプツ。このさ双剣のさ第一撃がかっこいいよね。早いよね。ああこれね、これがスキル1だね。たまに毒にするってやつですね、うん、あーこれ見たー。ごめんよ、ヨーランタン、ごめんちゃい。よいしょ、行ってこい。おお、そんなに。めっちゃ毒、あ、めちゃ、あ、すごいね、結構食らってたんじゃない。毒200ぐらいだったね。うん、おー、かわいそう。おめえ、フィオーラちゃん。暴れたいのだ。ビルフリートさんと知り合いなのかな。ビルフリートさんも悪魔じゃなかった。おー、そうだ ね。はい、というわけで、はい、ルシーちゃん可愛かったですね。可愛かったですね。どうですか、この中で言うとフィオラちゃんですか。あのフィオラちゃんだけど、あ、でもスキル、あの毒のやつがちょっと気になる、ね、1の、うん、なんかなかなか毒結構効いてた、ね、すごい効いてた気がする。そう、どうなん、固定ダメージなのかな、ちょっとまだ分かんないですけどね。さて、メガブレみたいな属性がね、3属性で攻撃、炎と水とね、うんうん、雷でしたっけ。なんでアクアさんとかにもしかしたらね使えるかもしれないですね、うんうん、はいはい。というわけで今日はフォースター11回目の、拳キャラルーシーの紹介でした。はい、はい、今回の声優さんは尾身川千秋さんでしたね。何したっけ、花咲くいろはのミンゴちゃんとかやってる方です。はい、というわけで、Twitter やってます。あとしろくチャンネルやってます。ぜひ登録お願いします。 YouTube チャンネル登録、この辺の赤いボタン、この辺の赤いボタンで登録いただきますと我らの動画の更新通知がシュッと届きますので、ぜひぜひ登録お願いしま す。じゃあいろはちゃんじゃんけんいこう。私か、さっきやっとったパーだっけ。じゃあチューニーニーのじゃんけんじゃんけんじゃんけんだよ。よしぞ、うーん、どうしようかな。やりましょう。はい、じゃあいきまーす、はい、6色じゃんけん最初にゃん、じゃんけんぽい。はい、チョキです。なのでグーの人したいことあるかもよ。最初見てくれてありがとう。もしかして何本も一日配信してるかもしれないけどね。ありがとうございます。一日の分もまた見てください。また見てね、よろしくね、うん、じゃあねー、バイバイ。